こんにちは、シネマプロムナードへようこそ。今回は1948年のアメリカ映画黄金についてお話しします。時は1920年代のメキシコ。地方では山賊がはびこり、人々を脅かしていました。そんなメキシコの地で物乞いなどをしながらその日暮らしを送るアメリカ人ダブスは、同じ境遇のカーティン・ハワードと出会い、一攫千金を夢見て山中に金鉱探しの旅に出ます。男たちは途中で山賊の列車襲撃に遭いながらも、これを銃で撃退し、麓の砂漠にたどり着きます。なけなしの金で機材を揃え、金鉱を求めて山に入った3人でしたが、疲労困憊のダブズ・カーティンに対し、それまでただの老人と思っていたハワードが屈強で知識豊富な山師であることを見せつけます。半ば諦めかけた時、ついに金鉱が見つかります。狂気した3人は夢中で砂金を掘り進めます。しかし黄金の量が多くなるにつれ、その魅力に取りつかれたダブズは次第に冷静さを失い、仲間を信じられなくなってゆきます。自分の取り分の金の隠し場所をめぐり、互いが疑心暗鬼になりかけた頃、3人の前に街で出会ったコーディという男が現れます。3人は話し合ってコーディを殺すことにしますが、彼に銃を向けたその時、山賊が現れ銃撃戦となります。コーディが銃弾に倒れ、形勢が不利になったと思われたところに連邦警察が現れ、山賊は逃げていきます。コーディのポケットに入っていた手紙を読むと、それは故郷のダラスで彼の帰りを待つ妻からのものでした。やがて砂金の生産が減り、十分な金を手に入れた男たちは山を降りる決心をします。ロバを引く道すがら川に溺れたというインディオの少年を助けたハワードは、村人に請われてその礼を受けるため、残りの二人と一時別れることにします。ハワードの取り分も含め、重い金をロバに積んで過酷な旅を続ける中、ダブズはハワードを裏切り、金を山分けにしようとカーティンに持ちかけます。コーディも入れた4人で分けるべきだとするカーティン。殺すか殺されるか、互いを警戒して一睡もできない2人はついに対決することになります。激しい格闘の末、カーティンを撃ち殺したかに見えたダブズでしたが、この後物語は意外なクライマックスへ向かって急展開を見せます。思いがけないお宝を手にした人間がその後どんな末路をたどるのか、続きはぜひ本編でご確認ください。本作は3人の男たちの黄金探しの旅を通じて、人間の飽くなき欲望の顛末を描いています。特に仲間を裏切った後のダブズの心理描写には危機迫るものがあります。この映画は1948年第21回アカデミー賞で監督賞を受賞しました。同時に助演男優賞を受賞したハワードの言葉が印象に残ります。奴は根っからの殺人鬼じゃない、正直なだけだ。誘惑には勝てんよ。俺も若ければ誘惑に負けていただろう。名演を見せたハワード役のウォルター・ヒューストンは1883年カナダのトロントに生まれ、エンジニアとして働いた後俳優を志し、1924年からブロードウェイの舞台に立ち、1929年に映画デビューし、以後実力派俳優としてハリウッドで活躍しました。監督ジョン・ヒューストンの実の父親にあたります。息子の作品でアカデミー賞を取れたことは生涯の喜びだったことでしょう。ジョン・ヒューストン、ハリウッド映画黄金期に活躍した映画監督の一人です。黒蘭の女で脚本を手掛けた後、マルタの鷹、黄金、キーラーゴ、アスファルトジャングル、アフリカの女王、赤い風車、白鯨など監督として多くのヒット作を生み出しました。女と男の名誉でアカデミー助演女優賞を受賞し、アダムスファミリーでもおなじみのアンジェリカ・ヒューストンは彼の娘になります。ハンフリー・ボガート、
なんといっても名作カサブランカのリック・ブレイン役が印象的です。40歳を過ぎて主演したハイシエラやマルタの鷹のようなフィルムノワール作で一躍スターの地位を得ました。後年は本作やアフリカの女王などの出演で演技派としても活躍しました。1940年代50年代を代表する名優として時代の象徴的存在に挙げられることが多く、1999年にアメリカンフィルムインスティテュートが発表した映画スターベスト100では男優の1位に輝いています。カサブランカと本作黄金の容貌の違いを比較してもその名優ぶりがうかがえます。なお1957年3つ数えろで共演した美人女優ローレン・バコールと結婚した時の年齢はバコール20歳、ボガードは45歳でした。2人の結婚生活は1957年にボガードが食道がんで死去するまで続きました。今回はこれで終了です。お気に召した方はグッドボタンとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。それではまた次回別の作品でお会いしましょう。ごきげんよう。